皆さん、こんにちは。私は今年度の生命機能科学コースのコース長を務めております、林と言います。よろしくお願いします。さて、今年のオープンキャンパスなんですけれども、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、このようにウェブでの開催ということになりました。本来であれば、実際に佐賀大学に来ていただいて、キャンパスの様子や、佐賀の街の雰囲気、直に味わっていただくのが、良かったわけですけれども、残念ながら今年ばっかりはそうはいかない状況です。で、そこで、駆け足になりますけれども、ここでは生命機能科学コースの、教育方針と、研究内容などについて、スライドを使って、説明しようと思います。で、このスライドは、農学という学問領域を、ベン図を使って、大雑把に表したものです。で、我々人間は、動物ですから、食べ物がなくては、生きていけないわけです。で、農学という領域は、環境の調和もちろんなんですけれども、その調和を考えながら、食べ物、食ですね、食べ物を支えていく産業と技術、そういうものであって、佐大に限らず、世界中の農学部は、その担い手を育成することを目的として、研究と教育を行っているわけです。で、その領域は、このベン図のように、多岐にわたっていて、全てが重要な領域なわけですけれども、この中で、私たちの生命機能科学コース、ここは、生命科学から食品製造学、栄養科学や微生物学など、科学というものに基盤を置いた学問領域を扱うコースに位置しています。一般的には農芸科学というふうに呼ばれている領域です。生命機能科学コースでは、次のスライドに示すように、この農芸科学を2つの柱に見立てて教育と研究を行っています。その二つの柱ですけれども、生命科学と食料科学です。で、生命科学は、書いてあるように、多様な生物の生命現象を分子レベルで解明するとともに、異生物の特異な機能を有効利用するためのバイオテクノロジーを駆使して、生物機能の改良と有用物質、生産システムの開発を行う。食料科学は、生物資源の生理機能や特性を科学的、栄養生理学的に解析して、機能性食品の開発、食品の品質保持や安全性評価に関する研究を行う。こういった2つの柱からなっています。こう言われてもなかなか言葉だけでは分かりにくいので、この後のスライドで、生命機能科学コースで行われている研究についても、駆け足になりますけれども、説明したいと思います。でたくさんの研究室があるわけですけれども、生命機能科学コースには23名の教員が所属しています。で、本コースの1学年あたりの学生数はだいたい40名プラスアルファ程度ですから、23名でその教育を行うということで、いかに手厚い指導を行っているかということもお分かりいただけるのではないかと思います。では、その具体的に、どのような研究が行われているかということですけれども、その概要を要点に絞って紹介したいと思います。まず、このスライド、上段の生化学研究室ですけれども、環境に対する生態の分子応答機構を細胞やマウス、小型の魚類などを用いて研究して、有用物質を探索したり、その機能の解明を行ったりしている研究室です。下段の機能高分子化学研究室では、色と光を用いて食品成分を分析する研究を行っているわけですけれども、化学反応に伴う色の変化を利用する非色、比べる色ですね、非色分析のほか、分子から光が放出される発光現象、あるいは近年注目されているナノテクノロジー、それらの技法を
その融合させることで、まあこれまでになかったような新しい有用な食品分析法の開発をやろうということで取り組んでいる研究室です。このスライドの応用微生物学研究室は、酵母菌とか乳酸菌、麹菌について、発酵とか醸造に関する研究を行っています。佐賀大学にはオリジナルの清酒の悠々治水という日本酒がありますけれども、その製造に用いられている酵母はこの研究室から生まれました。アセトンブタノール発酵による未利用バイマスをエネルギー資源に変えるような研究もこの研究室では行っています。藻類ベントス学研究室では、海苔を中心とした研究が行われています。で、新しい品種の開発であるとか、色落ち海苔の対策、赤潮の対策、遺伝情報解析などの研究を通じて、海苔産業の振興や地元貢献への、寄与を、目指す、そういう研究が行われています。藻類ベントス学分野では、二枚貝の研究も行われてまして、海の酸素不足による二枚貝の漁獲量が減っているわけですけれども、その対抗策を構築すべく、貧酸素耐性を有する二枚貝、これのその分子生理的応答などを調べたりとかっていうことが行われています。下段の分子生命科学分野では、南極の生物から採取した低温の酵素や、低温状態でよく働く低温酵素ですね。それとか、有用植物由来の酵素、それらの構造を核磁気共鳴法であるとか、X 線結晶構造解析などの高度な分析法を用いて解析し、生命現象の解明だけでなく、人工酵素開発などを行おうとしている研究室です。この食料安全学研究室では、魚類や海藻など水の中で暮らしている生物特有成分、例えば海苔のポルフィランみたいな多糖のが含まれているわけですけども、そのような多糖の分離と、その構造解析、さらにそれらの機能の評価、有効利用などについて研究が行われています。また、細胞膜を構成する極性脂質と種々の受容体の機能を総合的に調べることで、薬や機能性食品の開発につなげようという研究も行われています。食品栄養科学分野では、食事成分に含まれている機能性成分、例えばメタボリックシンドローム改善に役立つ成分などについて、肥満モデル動物などを用いて、その作用記載や作用メカニズムなどについて調べています。食品機能開発研究室では、食品に含まれる有効成分の探索やその機能性、安全性に関する研究を、培養細胞とか、実験動物などを用いて行っています。具体的には、大豆とかブルーベリーの葉っぱ、生姜などの植物性食品に含まれる成分の生活習慣病への予防改善効果について調べたりということが行われています。このスライドの生物資源利用学分野では、二酸化炭素を利用した新しい食品加工プロセスの構築に関する研究が進められています。大気中の二酸化炭素は、過剰に存在して、なんとなく不要なものという印象があったりとかしますけれども、食品製造の領域では、コーヒーの脱カフェインであるとか、ニンニクの脱臭、炭酸飲料の製造などに使われているわけです。で、この研究室では、二酸化炭素を高濃度に溶かした水の性質を利用して、殺菌であるとか、減塩魚醤の製造、お魚から作る醤油ですね、の製造、柑橘類からのペクチン抽出などの研究を行っています。また、佐賀で採取した微細藻類を研究材料として、例えば EPA や DHA などの高付加価値の脂肪酸を作らせて、新しい製品を開発するなどの微細藻類を新しい生物資源として利活用することを目標にした研究も行われています。
食品科学研究室では、キチンやキトサンなどの多糖類に関連した酵素に注目して、これらが生物にとってどのように役に立っているのかを調べて、またこれら酵素の食品分野への利用を探求している、そういう研究室です。で、このスライドの、天然資源科学研究室ですけども、この研究室は唐津のアグリセンターにある研究室です。で、ここでは主に有機化学的手法を用いて、様々な資源に着目した、機能性分子の開発に関する研究が行われています。例えば、玉ねぎ外皮の抽出物を用いた化粧品用の乳化剤、リンの再利用、生理活性物の探索、新規低分子化合物の合成などが行われ、医薬品やサプリメント、研究用試薬などを目標とした研究が行われています。総合分析センターの長野先生の研究室では、遺伝資源の調査、それからその DNA、RNA の抽出、で、その抽出した遺伝子の解析、そういうふうなステップを踏んで、動植物であるとか微生物の秘密を遺伝子レベルで明らかにする、そういう研究が行われています。で、同じく総合分析センターの龍田研究室では、農業害虫の味覚や嗅覚の重要な仕組みを研究して、そのメカニズムを利用した害虫防除法の開発を目指して研究が行われています。いかがでしたでしょうか。生命機能科学コースがとても幅広く、また興味深い研究をたくさん行っていることがお分かりいただけたのではないかと思います。で、当コースの教育の特徴は、今ご紹介したような高度な研究を遂行できるような研究能力を有する人材、これを育てるところにあります。このスライドは生命機能科学コースのカリキュラムをまとめた表ですけれども、1年次は全員が同じカリキュラムで勉強しますが、2年生の進学時に希望のコースに分かれます。で、これをコース分属って言いますけれども、当コースに分属してきた学生さんには、2年生になったらその基礎から応用へと積み上げ方式で教育を行っていきます。で、その特徴は実験を非常に重視している点にあります。で、この表で実験科目を赤字で示しましたけれども、特にこの2年生後期から3年前期にかけての実験科目では、月曜から金曜まで、午後の時間はほぼ毎日、実験のトレーニングを行うように組み立てられています。で、私はその実験手法であるとか実験方法であるとか、これマスターすることをよく自転車の乗り始めに例えます。どういうことか、初めて自転車に乗った時のことを思い出してほしいんですけれども、おそらくその乗り方について、いくら詳しいムービーを見せられてもですね、いくら詳しい解説書を読んでもですね、それだけでは自転車になかなか乗れるようにはならないと思うんですね。やっぱりこけてみたり、突っかかってみたりしながら、バランスの取り方であるとか、こぎ方を体で覚えて初めて自転車に乗れるようになったと思います。で、実験中のもまさにこれと同じで、試薬の測り方、溶かし方、反応のさせ方、分析のやり方、データの解析の仕方、分析機器の使い方、などなど、実際にやって体で覚えないと正しく行えないこと、それがたくさんあります。で、それゆえ、当コースでは、皆さんが正しく実験が行えるようになるように、実験重視のカリキュラムを組んでいるわけです。で、3年生の後期になると研究室に分属して、先ほどお話ししたような研究テーマに携わって実験を始めます。で、4年生で卒業研究を行って、腕に磨きをかけて、研究成果を上げて卒業していくわけです。ただ、今年については残念ながら新型コロナの影響で非常に難しい舵取りを行っているのが実情で、早く感染が収束に向かうことを願うばかりであります。そのようにして、実験手法と研究能力を身につけた当コースの卒業生の皆さん、このスライドのような方面に進学あるいは就職しています。
まあ、実際には年によって、変動はあるわけなんですけれども、ざっくり見ていくと、約半分ぐらいの学生さんたちが、企業に就職していきます。で、またその中で3割ぐらいは、食品関連の、企業に就職しています。で、30%が進学。で、この年は20%ぐらいが、公務員になられた卒業生がいました。このスライドは、取得できる資格について示したものですけれども、同コースは食品衛生監視員、食品、衛生管理者養成施設として認定されているコースです。で、その職に就くことで、食品衛生監視員あるいは管理者になることができます。また、教職単位をさらに取得することで、高校及び中学校の教員になることもできます。はい、いかがでしたでしょうか。駆け足の説明になりましたけれども、このウェブオープンキャンパスでは、生命機能科学コースの2人の先生の模擬講義もアップされる予定になっています。そちらもぜひご覧になって参考にしていただければ幸いです。皆さんの佐大への入学と生命機能科学コースへの分属をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。